チケットの販売所の前にはうちわや傘を持った人たちが長い行列を作っています。それにしても暑い。おとといから3日間、岡山市北区の石山公園で開かれた岡山カレーフェスティバル。岡山県産の食材を広く PR しようと、岡山観光コンベンション協会と岡山市が企画したもので、今回が2回目です。最終日の今日はおよそ25店舗が並び、岡山県産の桃で作ったペースト状の調味料チャツネを隠し味にした岡山カレーなどを提供しました。こちらのカレーには瀬戸内市の牛窓エリアで採れたウリなど地元の野菜が使われています。訪れた人は暑さを避け、公園の木陰などでカレーを味わいました。こちらの5人の女性は会社の仲良しグループだそうです。3連休は今日が初めてのお出かけです。暑くてでもまあカレーを食べるためなら外に出てもいいかなって思いました。愛犬とイベントに参加している人もいました。こちらの男性はペットにイチゴのかき氷をあげていました。ワンちゃんカレー食べたりするんですよね。いや、ワンちゃんカレー無理っすあげたかったけど無理スパイスちょっと強すぎんで